今回のマインクラフトは大量のカートゥーンキャットと大量のカートゥーンドッグを最強トラップを使って倒していく。カートゥーンドッグはカートゥーンキャットと同じく死ぬまで追いかけてくる。また耐久値はかなり多いため普通に倒すことはまず不可能。よって最強トラップを作る以外に倒す方法はない。果たして不死身に近いカートゥーンキャットとカートゥーンドッグを倒すことはできるのか。ちょっと待った、みんな、僕が今からあの頂上にいるカートゥーンドッグを倒すことができたらチャンネル登録と高評価よろしく。あー、すまない。あ、カートゥーンキャット、あー、はい、僕の勝ち。みんな、チャンネル登録と高評価ありがとう。それでよかったらコメント欄にマイクラで一番好きなモブの名前をコメント欄に書いていってくれ。はい、どうも、すまない先生です。ということで今回は大量のカートゥーンキャットと大量のカートゥーンドッグを最強トラップを作ってね、倒していきたいんだけど、その前にこのね、カートゥーンドッグとカートゥーンキャットがいかに強いかってことをみんなに知ってもらうために、今から僕がカートゥーンキャットとカートゥーンドッグそれぞれ戦っていきたいと思う。はい、じゃあね、まずはカートゥーンドッグと戦っていくんだけど、今ね、特別な施設に来てて、ここには最強装備があるんだよね。例えば、はい、来た！ネザーライトの剣プラス攻撃力 49,666、 もう強すぎるね。で、さらにここにね、はい、来た！もうね、もう最強の防御力がついたこのネザーライト装備、これを使ってカートゥーンドッグをね、倒していきたいと思う。いや、さすがにこれだけ防具が強ければやられることはね、まずなさそうだね。はい、ということで今からね、カートゥーンドッグと戦っていくんだけど、まあ見てみて、攻撃力がさっきも言ったけど4万だからね、プラス4万だから多分一撃で倒せる。はい、じゃあね、ゲームモードをサバイバルにして、じゃあ行こう行こう、一発で、あ、待って、吸い込まれた、吸い込まれたんだけど、はい、これ一回切れば勝てる、一回、はい、ということで、あれだけの防御力があっても一撃でやられちゃう、かつ攻撃力プラス4万でも倒すことができなかったということで、カートゥーンドッグあいつやばいわ。はい、ということで次はね、カートゥーンキャットと戦ってくんだけど、今回使っていく装備はこれ、 HID ターレット。これどういう能力かっていうと、まあレーザー兵器なんだよね。例えばゾンビこう出すじゃん、そうするとここにレーザーをチャージして、このゾンビをね、今から倒すと思うんだけど、はい、こんな感じで、まあ速攻でね、ゾンビを倒してくれる最強装備なんだけど、まあこれを大量に置けばさすがにね、カートゥーンキャットといえど倒せるんじゃないかなということで、さあこれだけ置けばいいかな。じゃあね、カートゥーンキャットを紹介していこう。ストライク。あれ、 HID ターレットさ、カートゥーンキャット狙ってくんないんだけど。じゃあ仕方ないからね、この最強の超巨大なね、トライデントソード、これを使っちゃおうかな。この剣だったらね、さすがに、カートゥーンキャットに勝てると思うんだよね。よし、それではね、ゲームモードをサバイバルにしたら多分来るんだよね。はい、来た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 、さあ来たから、ちょっとね、これリーチ長いから先制攻撃、トライ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 、あ、全然来て、全然効いてない。はい、ということで、カートゥーンキャットとカートゥーンドッグがいかに強いかってことがね、多分伝わったと思うから、今から最強トラップを作って、大量のカートゥーンキャットとカートゥーンドッグを倒していく。はい、じゃあまずはね、クモの巣のトラップを作っていく。まあ、そうだな、これぐらい幅があればいいかな。はい、オッケー。それではね、もう一段掘っていく。はい、そしたらね、この床の部分に、このね、スパイクっていうね、踏むとダメージを受けるトゲみたいのをね、もう大量に敷き詰めていく。はい、オッケー。まあ、このトゲを踏むとどうなるかっていうと、まあ、例えばね、村人さんこう置いていくと、こんな感じで、ダメージを受けるんだよね。そうしたら今度は、このトゲの上に、はい、クモの巣。クモの巣を置くことによって、もうね、このトゲのダメージで、じわじわ、カートゥーンキャットとカートゥーンドッグのね、HP を削っていく。はい、オッケー。完成。まず、第一のトラップは、クモの巣スパイク。まあね、足つぼマッサージみたいなトラップだね。じゃあちょっとね、カートゥーンドッグとカートゥーンキャットの進行方向を固定するために、こうやってね、フェンスをつけていく。オッケー、いいね。さあちょっとね、登ってこられたら嫌だから、とりあえずフェンスはね、2段積み重ねていく。はい、じゃあ2つ目のトラップは爆撃装置を作っていく。ここにカートゥーンキャットとカートゥーンドッグがしばらくね、溜まってるから、上にね、 TNT の爆撃装置を作る。さあちょっと一旦ね、階段状に黒曜石をね、積み上げていく。さあこんな感じでね、階段状に作ったら、ここにね、発射装置を敷き詰めていく。はいはいはい、積まない。どうしたらね、レッドストーンを黒曜石に沿ってそれ入れてって、ここで一旦リピーター挟んで、レッドストーンをつなげていくと、反対側も同様にリピーターを置いて、はい、レッドストーンをね、階段に入れていくと。でね、ここにもう一回リピーター置いていこう。でスイッチを置いて、それじゃあちょっとね、システムが起動するかね、試してみよう。さあここポチッと押して、あ、村人さんがちゃんと出てくるってことはね、機能してるね。
そうしたらね、発射装置の中に TLT を大量に敷き詰めていく。すまない。はい、オッケー。第二のトラップ、TNT の爆撃装置完成。はい、じゃあ次はね、ここにセキュリティハウスを今から作っていくんだけど、そうだな、大きさに関してはこれぐらいかな。さあ、ここに、長方形にね、火を掘って。さあ、それ一旦ここを全部ね、くり抜いていこう。はい、それじゃあね、看板もくり抜いていこう。はい、オッケー。すべての看板をくり抜いたから、今からここにちゃんとした床をね、設置していく。まあ、なんでね、看板をくり抜いたかってのは後々わかるから、ちょっと待ってね。さあ、床に新たにシーランタンを突き詰めていく。まあ、ぶっちゃけなんでもいいんだけど、明るい方がいいからね。はい、オッケー。それではね、次はガラスでね、床の部分を埋めていく。はい、オッケー。ガラスをね、すべて敷き詰め終わった。そうしたらね、またもやガラスブロックで壁を作っていく。さあ、そしてね、ここに今カードキーを設置したんだけど、カードリーダーを設置したんだけど、ここにね、カードキーを通すと、はい、自動でね、ドアが開くと。はい、こんな感じで、カードキーを差し込むと、自動でドアが開いて、さらにもう一回やると、はい、閉まると。いいね、自動ドアの完成。はい、じゃあ、そしたらね、天井の部分を作っていく。まあ、今回もね、ガラスブロックで作っていこうかな。はい、オッケー。天井完成ね。はい、それではね、最後のトラップなんだけど、これもね、最終兵器だね。もうね、何を設置するかって言ったら、もう核ミサイルだね。核を設置する。足場ブロックを積み上げて、ここにね、はい、もうクソでかいね、核ミサイルを置いていくんだけど、これ、足場を全部壊すと、この核ミサイルが下に落下して爆破するっていうね、そういう仕様なんだけど、ちょっとね、ここのトラップドア設置して、下に行けるようにすると。で、最終的にね、ここの部屋に、カートゥーンキャットとカートゥーンドッグを閉じ込めて TNT を設置してレッドストーンの粉を伸ばしていく。ちょっとね、今から脱出経路を作るんだけど、まあ結構伸ばしてリピーターレッドストーン引いて、リピーターレッドストーン引いて、もう一回リピーター置いて、さあちょっとね、外に出たんだけど、ここにスイッチレバーを置いて、これを起動させると、ここにある TNT が起動して足場ブロックが壊れるんだよね。そうして上から核ミサイルが降ってくると、そういったね、仕様になってる。で、最後にここのスイッチを起動させて核爆弾を投下したら、僕はね、このね、空飛ぶ絨毯、これに乗って僕はね、逃げていきたいと思う。空飛ぶ絨毯だからね、こうやって空を飛べるから、これで逃げていきたいと思う。はい、それではね、今からゲームモードをサバイバルモードにして、カートゥーンキャットとカートゥーンドッグを呼んで、うわーめっちゃ来た。さあ、カートゥーンキャットとカートゥーンドッグはクモの巣に引っかかってる。オッケー。ここまではね、計算通り。さあ、あとはね、下にあるスパイクでダメージを食らうと思うんだけど、あれ、あんまさ、スパイクダメージ効いてなくない？全然体赤くなってないから、スパイクは効いてないね。じゃあ次の第2のトラップ、これね、爆撃装置、いけ！さあ、TNT で、これでダメージが。はい、いいね、ダメージ取っていく。ちょっとね、一回じゃ足んないから、もう一発食らわせて、はい、オッケー、いいね、めっちゃ食らってる。てかさ、なんか、カートゥーンキャットとカートゥーンドッグがさ、ぴょんぴょんしてんだけど。はい、それではね、もう大量に、これ TLT を超大量投下。いけ、すまない。いけ、うわー、これどうなった？待って、うわ、来てる。めっちゃ来たから、カードキーで、はい、入って。逃げよう。いやー、ちょっとね、危なかった、マジで危なかったわ。今ね、ちょっと、近く来たから、僕はね、こっからね、脱出していきたいと思う。さあ、逃げて。さあ、ちょっと一旦絨毯に乗ってから、スイッチオン。オッケー、逃げろ。さあ、あとはね、これで、ね、多分崩れ、あ、行ったよ。さあ、これで核ミサイルが、あー、うわー、あー、はい、ということで、核ミサイルを投下したんだけど、まあちょっと見ての通りで、カートゥーンキャットね、全然健在だった。いや、これね、岩盤をここだけじゃなくて、もっとくり抜いておけば、カートゥーンキャットとカートゥーンドッグをこの奈落の下にね、落とすことができたんだよな。ちょっとミスったけど、まあね、次回この反省を生かしていきたいと思う。ということで、今回の動画は以上だ。この動画が面白いと思ってくれた人はチャンネル登録と高評価よろしく。